い、着きました。11時54分延命寺に到着しました。あれ、さっきホテル何時に出たんだっけな。11時チェックアウトだから、それからなので、まあ40分ぐらいかな、50分ぐらいかなって感じです。到着。あれ、どういうことかな、これを超えるのかな。おー、着きました。第54番延命寺。はい、爽やか傘フィットをね、今更買いました。歩きお遍路では活躍できるかな。傘フィットをつけてみました。これすごくいい。ここにこうやってふわふわがついてて、でここをね、こうパチンと止められるの、着脱がとっても簡単です。で結構頭がチクチクすることがあったので、これは便利だな。早く買っとけばよかったな。はい、それでは出発します。実はもうさっきね、一つお寺横切ったんですよね。こちらみたいなのが見えたので、近くにあるのかななんて思っております。時間は12時30分出発したいと思います。第55番南高坊に着きました。寺じゃない、寺じゃない、坊だ。面白いな。南高坊です。到着。12時42分第55番南高坊。めっめっちゃ仁王様、かっこいい。黄金の鎧を着ています。鯉がいる。13時13分出発します。タイムラプス撮るの忘れていた。チックショー、これからタイムラプスもスタートです。13時23分、すごい広い駐車場、止めやすい。到着。第56番大山寺。ダダン。なんかお堀があってかっこいい。
い、では出発します。時間は何時かな。13時5。うわー、ここ U ターンするの？ナビが無茶を言う。よいしょー。オッケー。13時55分出発します。でね、さっきのお寺さんからここまで前回のね、新勝寺でお会いしたご夫婦さんに偶然ね、お会いして、キャンピングカーで来てる方ですよねって話しかけていただいて、なんだろう、すごいね、2ヶ月ぶりくらいに、まさかそんなことがあるんだなって思って嬉しくなりました。ご夫婦さんはね、もう15回ぐらい回っているベテランさんでした。次も会えるかな。ではでは出発。はい、14時2分到着しました。ここの駐車場もすごく広くて止めやすかったけど、ちょっと来るまで狭かったな。第57番、永福寺。こりゃめっちゃおしゃれ。14時28分スタートです。今日はすごく調子がいいです。次も 4.8 キロ、すごく近いお寺です。永福寺さんはなんかこの看板、ほらこの看板のフォントもおしゃれだし、看板もなんか境内の中もおしゃれだった、そんなお寺さんでした。4時38分到着しました。すごいノーマークだったんですけど、かなりの急な山道でした。まあ広さはまあまあ狭いとこと広いとこがあったので、そこまで怖い思いはせずに来れましたが、すれ違いは大変かもしれないですね。到着。第58番、千遊寺。虫が踏んじゃいけない。不摂生ね。不摂生だけど。88番。あそこの宿坊に泊まりたい。
時8分出発します。本当にね、上です。すごい高いところにあって、そう、今あそこで展開している車みたいな感じで、私も展開をします。で、多分次が最後かなと思っています。あと、まあ、今3時8分なのでね、農協場が閉まるまでは2時間あるんですが、ゆったりのんびり行こうかなと思ってます。で、今のところのね、宿坊に温泉がついてるし、めちゃくちゃ見晴らしがいいので、私はここに次回泊まれればいいなと思ってます。綺麗。海まで見えるよ。すごいな、綺麗だな。15時26分到着しました。ここも広い、止めやすい、今日最後のお寺にします。第59番、国分寺、3つ目の国分寺。薬師修行大師、薬師握手すればいいの。願い事を一つだけお願いします。お願いします。薬師の壺、えい、すごいちょこっとずつ、グデーン。はい、15時52分今日はもうこれで終わります。なぜならこれからアドブルーを買いに行きたいからです。なんかね、ガソリンスタンドで入れようと思ったんですけども、ありませんって言われちゃったので、オートバックスとかね、せっかく今治にいるので行ってみようかなと考えてます。すごーい、橋が、おー、はあ、のどかだな。立派なお店、ダン、定休日、嘘だ、お腹減った。でもこの景色が見れたからよしとするのかなショック。美味しそう。博楽天です。美味しかった。はい、晩ご飯のね、博楽天さんを食べたんだけど、思ったよりボリュームがすごくてお腹が辛いです。なんかこう海苔で買った鶏天とかはね、お持ち帰りにしてもらいました。
で、これから道の駅に向かおうと思っているんですけども、今日本当はね、そこ温泉があるのですごくいいなって思ってたんですけど、水曜日はなんと定休日らしいので、まあ、とりあえず行ってみようかなとは思います。温泉入りたかった。高速道路の区域で、私が止めてる方は一般道で、あとはトイレもあります。本当は上の椿の湯で温泉が入りたかったんだけど、椿温泉小松、そして休館日ショック。今日何回目のショックかな、これ。厳しいな、水曜日定休日。すげー。はい、今日もお疲れ様でした。チェブがお外に出たいってすごい泣いてるけど、出さないよ。あー疲れた。で、今日の反省点は何だろうな。今日はね、水曜日なんですけども、水曜日って四国なのかそれとも愛媛の問題なのかわからないんですが、お休みの場所がすごく多くって悲しい思いをしました。ご飯食べに行こうかなと思っても閉まっていたりとか、温泉入りたいなと思っていても閉まっていたりとかなので、ちょっと水曜日は鬼門かなと思います。ちゃんとね、下調べをして、ちゃんと定休日を調べてからじゃないといけないななんてね、すごく反省をしました。あとは何かな、今日はね、まあお昼から活動を始めたので、そんなに困ることはなかったんですが、いいこともたくさんあって、前回ね、4月の時にお遍路した時に声をかけていただいたご夫婦さんがね、いらっしゃったんですよ。たまたま今日も会って2ヶ月ぶりに会ったんですけど、まさかもう会えるなんて思ってなかったから本当に嬉しかったです。お二人は15回ぐらい回っているみたいですね。でね、別格の20箇所のね、お数珠をお二人とも持ってたんですけど、すっごいかっこよくて、いや私も別格行きたいななんていう風にね、ちょっと思ってしまいました。次回は無理だろうけど、なんかこうまた車遍路とか自転車遍路とか、またそういった時に行ければいいのかななんていう風に思っております。あとはですね、昨日もう昨日はホテルに泊まったのでグタグタして寝てしまったし、一昨日は酔っ払って寝てしまったんですけど、道の駅道後温泉のところでですね、フェリーでお隣に駐車をしたキャラバンに乗ってらっしゃるご夫婦さんがね、声をかけてくださったので、またそこでわちゃわちゃっとお話ができてすごく楽しかったなって思います。私はフェリーでないな今オリーブのポパイのね、オリーブの柄のスカートを履いていたんですが、旦那さんも奥さんも私のスカートを覚えていたみたいで、なんか遠くから会釈をされて、あれと
なんか会ったことがあるけどような気もするなーって近寄っていったら、フェリー一緒でしたよねって声かけていただいて、いやすごい嬉しいなって思います。今回は結構あのキャンプ場とか車中泊に行くと名を認めてますよって言ってくださる方が多いんですが、今回はそうじゃなくって、お遍路していてたまたま会うとか、ナオミと以外で会う人が多くって、声をかけていただくことが多くて嬉しいなって思うし、これもやっぱりご縁なんだろうなって思いますね。弘法大師様のおかげかななんていうふうに思ってます。あと私あの右足がねすごく弱いんですよ。もう両足あの高校の時の部活動で靭帯を両足とも切ってるので足がふんにゃふにゃなんですけども、今のところね足2回くじいて右足2回左足1回くじいてるんです。なので次回の歩きお遍路はちょっと危ないなと思うので、足首サポーターを買っていこうかななんて思ってます。登山とかする方で足首をホールドする何かおすすめのものを知ってる方がいらっしゃったら、ぜひコメントなどで教えていただきたいなと思ってます。はい、で今日みたいにねお風呂に入れなくて困る日っていうのは、私はいつも車中泊ではこういったボディシートを使っています。これすごく大判サイズなので、開けるとねかなりの大きさなので、隅々まで体中を拭くことができるし、破れることがないのでねすごく嬉しいです。そしてもう一つこれです。ドライシャンプーです。ちょっとこれ小さいボトルのものを置いてるんですけども、香りもねすごくいいんです。ブラッシュって書いてる、ボディバーティスバティストっていうのかな、これなんか好評みたいなので買ってみたんですが、これはねこうやって頭皮にシュッシュしてこうね、揉み込む、ちょっとスースーして気持ちがいいしね、汗がスッと引く感じ、あとは頭皮もサラサラになるので、ベタつく夏の日とかも結構私は使っているかもしれないです。今前髪にもシュッシュしたんですけど、ほらなんかサラッサラね、ほらほらほら。なのでちょっとあのお風呂入れない日とかはこういったものがあるといいんじゃないかなと思っております。ということで、これから何かおつまみ食べながら飲みながら寝ようかと思っています。明日も頑張ります。